ディーバックス、ドジャース、日本時間2日、フェニックス、ドジャース大谷翔平投手は1日、日本時間2日、敵地ダイヤモンドバックス戦で今季初めてスタメンから外れた。開幕からの連続スタメン出場は32試合でストップ。山本義信投手が先発マウンドに上がる、前日4月30日、同5月1日。 の同カードでは、バックネット裏に蜂が大量発生し開始が1時間55分遅延する陳時があった。大谷は5打数1安打。今季初の3三振で打率336、オプス1.017。チームは延長10回に逆転を許し、今季初のさよなら負けを喫した。開幕からの連続スタメン試合は32でストップ。 2番にはフレディ・フリーマン内野手が入った。現在7本塁打で、デーブ・ロバーツ監督の持つ球団日本生まれ選手の最多本塁打記録に並んでいる。代打待機で5月初アーチで記録更新なるか。先発の山本は3勝目を目指しマウンドに上がる。前回当番の4月25日、同26日。 の敵地ナショナルズ戦では6回無失点。ここまで2勝1敗、防御率3.54をマークしている。